はいどうも、哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。ということで、まずはガチャ引いていきますかね。どうかな。なんかいまいちあれなんですよね今のところ装備がいい感じに引けてない感じはありますか。まあこれあれかな。ちょっとあれですね、中性ボーナスの発動を待つしかないかもしれないですね。かなり、お、血塗られは出たのか。はいはい。あ、これあれですね。新しいレジなんで。まあこういうのが出てるんで、まあいいですかね。召喚ビルドを使うときに役立つかな。新しいレジェが出てないわけじゃないんだけど、ちょっとビルドに欲しいなと思ってるレジェがなかなか来てくれないので、まあ、ちょっとそこら辺もね、またやっていきたいなって感じですね。よいしょ。多分これ、後でいけるかな。ということで、まあ、今回はですね、まあ、久しぶりにこの、土日、ディアブロ4をさ、また起動して始めてみたので、まあ、その感想とか、ちょっとお話ししていけたらいいかなと思うんですけど、そうですね、結構ね、ディアブロ4、皆さんコメント欄とかでね、いろいろ、ご意見いただいてて、まあ、なんだろうな、確かに、おそらくなんだけど、すごいコメント欄であんまりディアブロ4が楽しめてない人って、なんか二極化してて、なんかすごいさ、まあ、動画で情報集めてるのかわからないけど、プレイはあんまりしないっていうのかな。まあ、買ってみたんだけど何か幻滅体験があって、で、まあそこから、もうやるのやめちゃったみたいな、方とかね。まあそういう気持ちはわかるんだけど、なんていうのかな、まあそのためにいろいろ動画を作ったりとかね、まあしてるので、今期はなんだろうな、ディアブロ4に関してはまあちょっとそれ以外にやりたいこと結構あったんで、それほどできてないですけど、なんていうかね、ある種のね、距離も取らなきゃいけないなっていうところもあって、自分なりにね、まあそれで少し、頻度を落としてるっていうところもあるんですよね。頻度を落とすっていうか、まあ落とさざるを得ない。だから、まあ、ゆっくりやる分にはね、全然面白いんだよね。なんていうのかな、装備品とかももちろん減る、減るじゃないわ。トーメントに入って、まあ、揃えていく。で、まあ、なんていうのかな、最近だともうバフをちゃんと入れていけば、まあ、ナイトメアダンジョンのティア100、どのビルドもね、いけるような、感じになってきてるので、なのでね、まあそこら辺もちゃんと、なんていうのかな、やれば、そんなに、やばい難易度にはなってないんだけど、やっぱね、なんていうのかな、毎シーズンこう、キャラクターを作り直すにしては、結構バランスが重いなと、まあ正直感じるところもあって、まあ、なんていうのかな、忙しい人にとってはそこがね、やっぱきついところでもあると思うんだよね。今回は結構リアルワークの方が、まあ忙しくなっちゃったんで、まああんまりね、全クラス動画上げますとか、そういうのは今期はやってないんだけど、まあでも、ゆっくりやっていきたいなって感じよね。あんまり、なんかね、多分、そう、さっき言ったように二極化してて、まあやってない人が、まあ、いろんなね、外部情報に、まあ、なんていうか、惑わされて、まあ、アンチに回ってるっていうのと、あともう一つは、結構やりすぎっていう人いるんだよね。多分なんだけど、すべての時間をディアブロ4に費やしちゃってる系の人からの、そういうさ、あれとかもあって、まあ、難しいよ。
さすがにディアブロ4だけで、まあ、毎日暮らしてるっていうのは結構きついからね。だから、すごくその気持ちわかるんだよね。まあ、別に、うちのチャンネルって別に無職だろうがさ、ニートだろうが別にそれはいいと思ってるし、まあそういうある種のやり込みの人たちも、いないとやっぱりさ、ハクスラって逃げ合っていかないから、まあ一日時間を使えるっていうのはね、それは全然いいことだと思うんだけど、ただやっぱりそこに過ぎて、まあそこと同化しちゃって、なんかまあ多分なんだけど、まあ俺の人生、ディアブロ、みたいな方々の中から、まあちょっとこう、コンテンツにね、批判が集まってるのかなというところもあって、まあ、なんだろうな。やってみると普通に、なんていうかな、バランスも、もちろん悪いとこもあるんだけど、そうね。もうちょっとこう、ウーバーユニークとかね、まあ、自然ドロップの確率じゃないけど、そういうのは少し高くてもいいかなって感じもしますけど、まあ、それやっちゃうと結局、デュリエルの周回行かないで普通にフィールド回しちゃう人が多いから、デュリエルよりは低いっていうところは多分、誇示していくんだろうなとは思うんですけど、なんだろうな。まあ割と、まあ前からこのチャンネル見てくださってる方だったら、まあ多分話してたと思うんですけど、そんななんていうのかな、ガチガチにさ、最適解最適解でやっていかなくても、楽しいというか、多くの人にとってはそういう廃人的な、やり方でゲームと携わるってことはできないんですよ。だから、なんていうのかな、もちろんお仕事されてる方はお仕事、しっかりやって、その後にね、やっていくっていう感じなんで、だから、まあ、結局さ、なんで動画出してるのかっていうと、まあ、そういう人が少しでも楽に、まあ、レベル上げとかね、そういうことできたらいいかなと思ってるし、まあ、火力の出し方とかもね、まあ、なんかそんな基本的なことをいちいち解説するなっていう方もいるんだけど、そこを解説してなんぼじゃん。だから、なんていうのかな。多分なんだけど、ディアブロのなんかさ、愚痴が止まらないっていう人は、一回ディアブロ4からね、離れてみると多分いいと思いますよ。で、多分なんだけど、ハクスラとかそういうのやるんじゃなくて、もっと違うね、現実生活みたいなのをさ、充実させていくと、多分そこら辺の、なんていうのかな、あれも変わってくるし、あとなんだろうな、特徴的なのは、なんか、ディアブロに文句言う人ってさ、過去にそう、全然コメントしたことのないようなアカウントの人とか多くて、だから、なんか、すごく人が入れ替わってるんだろうなという感じがしてて、なんていうのかな、比較的古いさ、もう2とか、ディアブロ3とかの場合はさ、まあ、いいこと書く人も決まってるし、変なこと書く人も決まってるみたいな感じなんだけど、4に関してはなんかもう全然誰ですかあなたみたいなさ、全く、まあ、なんていうか配信とかで見かけたこともないし、今までコメント欄で見かけたことのないような人が、なんかディアブロ4をいきなり叩き始めるみたいな感じなんだけど、基本うちあれなんだよ、ディアブロ4を叩いてなんぼっていうチャンネルじゃないし、それで伸びようとも思ってないんだよね。だから、なんていうか、まあそういうのを聞いてくれる人のとこ行ったらいいとは思うし、なんだろうね、やっぱなんか楽しくないんだったらやめた方がいいって私はいつも思ってて、だからなんだろうな、ディアブロ4がなんていうかな、飽きちゃったからやめてるっていうわけじゃなくて、まあもっと面白い、なと自分が感じてる部分とか、まあイモタルやったりとかねしてるところもあるんで、だからなんだろうね、まあ私の中だとちょっと申し訳ないんだけど、今のバランスだと、まだイモータルの方が面白いなっていうのがさ、まあ正直感じてる部分もあるのね。だから、もちろんその時間の都合上できない部分もあるけど、なんだろうな、多分なんだけど、その、すごいさ、ハイスピードなレベル上げとか、まあそういう最適解、最適解、まあ最適解って言葉もよくなんかコメ欄で見かけるけど、なんか遊びだからね、まあ遊びだからこそ最適解こだわってこそとか言うんだけどさ、なんか
そういうのをあんま私好きくないのよな。楽しくやればいいんじゃないって思ってるしね。当然ながらその効率プレイっていうことは私もさ、まあ、考えて、だからこそ動画出してるっていうところはあるんだけど、なんか、違うんだよね。その発信者側がさ、こういうプレイが効率的ですよっていうのとさ、まあ、多分視聴者さん同士でそういう話になるのってちょっと違うとは思っていて、よくそれはさ、なんかディスコのパーティーとかでも、たまに聞くのね、なんか、すごいパーティープレイヤーの人で、なんか効率中な人いてさ、それができないと舌打ちされるとかさ、そういう人がいらっしゃるみたいな話とかさ、聞いたりとかするんだけど、なんかそれ持ってるほかなんだよね、そんなのはね。だから、まあ楽しくやろうぜっていう感じがするし、多分だけど、まあ前もこれ話したこと、もうこれ3でももう定番なんだけど、効率中の人って、必ずね、どこかで、コミュニティがうまくいかなくなって仲間外れにされるんですよ。で、他のディスコ行ってみたりとかさ、いろんなとこ回遊するんだけど、まあうまくいかないっていう感じになるんで、まあ効率を求めるとね、まあ人間関係揉めるんですよ。だから、なんか、しかも、なんていうのかな、中途半端な知識でそれやり始めるとさ、まあなおさら相手はついてこないだろうし、なんだろう、こういう話をしようとは思わなかったんだけど、なんかね、そんな気がする。だから、まあちょっと効率って言葉から離れて、もう少し自分の、まあビルドとかね、そういうのもそうなんだけど、なんか、ちょっとずつ強くすればいいんであってさ、なんか最初から完成形みたいなものにあまりにもこだわっちゃってて、だから、なんていうのかな、面白くなくなっちゃってるっていう人も結構いるのかなと思っていて。いや、そりゃそうよ。だから私も、まあ基本、まあこのチャンネルね、なんかその、ディアブロの最前線とか、ディアブロの第一人者とかね、そういうことをね、なんか、気持ち悪くも言っていったりはしないチャンネルなんで、なんていうのかな。まあ、その時に楽しいものとかさ、まあ、そういうものを提示できれば、それ以上のものはあまり求めてないっていうところがあるんで。なんだろうね。なんか、そう。結局、今回のランキング実装とかもさ、まあなんか変な気持ち悪いね、効率中みたいな人が湧くのが一番嫌なんだよね。だから、なんか、まあいいんだけど、あることそのものはいいんだけど、それに引っ張られてそれ目当てで来ちゃうっていう人とかは、まあ正直やっぱりあんまり私と合ってないのかなという気がするし、なんか競ってなんぼのゲーじゃないんだよね、アクスラって。わかんない、私の中ではね。この組み方面白いじゃんっていうか、まあ自分の楽しさでやっていくゲームだと思うんだよね。なんかほら、なんか結構私、まあ研究職なんで、まあなんていうのかな、他の人と成果を比べられるとか、そういうことが多い職場なんですよ、私の場合ってね。だから、なんか実社会がこれだけ競争きついのにさ、なんかゲームの中で競争なんかしたくねえよって、まあ正直うんざりしてるのね。なんかね、多分違うんだよね。現実の競争が半端なくきつい仕事してる人とか、多分、ハクスラにそういうもの求めてないと思うんだけど。私は、まあなんか、そうだな。まあ、楽しくその時間が過ごせればいいかな、という感じでやってるんで。なんかちょっとその温度感の違いみたいなものを最近感じてしまって。まあもちろんね、まあ私のね、チャンネルが好きでね、見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、なんかね、別にその効率とか最適解とかもどうでもいいなっていう感じがしてて、まあそういうのももちろんね、突き詰めた形で出していくの大事だと思うんだけど、まあディアブロ4って、まあぶっちゃけさ、攻略情報もいくらでもあるから、なんかな、その中で、まあ、攻略系チャンネルとしてやっていくかどうかっていうのは、ちょっと悩みどころだよね。まあ、
いずれにしても毎シーズン毎シーズン必ず、まあ、なんていうのかな、最初から最後までさ、やりきる、人って、そんなに大量にいるわけじゃないから。まあ、たまに起動すると面白い、すごく面白いハクスラだと思います。まあ、多分次の、なんだろうな、伸び時期って、おそらく、まあ、拡張パック出てね、新クラスが実装されたりとかしてからだと思うんで、まあ、そこら辺ね、また、やっていけたらいいかなと思いますが、まあ、シーズンもね、まあ、細々とはやっていこうかなと思っていて、なんだろうな、まあ、レベル100にして、その後の、まあ、やり込みの部分っていうのかな、は全然今期に関しては、まだやってないところなんで、まあ、そこら辺を少しやれたらいいかなって感じですね。よし、そしたら、フィルダーリフトも、あと1回で終わりなのか。やっちゃいますか、そしたら。あと、なんだっけな、スナップショットについてなくなってよかったなっていう意見を私が言ったら、というか、まあ動画で話したら、なんか、あれがなくなっちゃうんだったらもうやりませんとかっていう方がいらっしゃって、私なんかそういうバグ技利用とかさ、そういうのってちょっと、どっちかというと恥ずかしい行為だと私は思ってて、スナップショットを使うことが、まあ正規の遊び方じゃないっていうのは、認識してんのかなと思うんですよね。だからなんかハクスラーってさ、多分だけど掘ったもので、の効果で、まあ、強くなっていく、火力を出していくっていうのがなんぼなんで、そのなんかバグ技とかそういうものがさ、なんていうのかな、そういうのは仕様だったんだから残してくれみたいなのってちょっとおかしいと思うんだよね、私はね。だから、なんか愚痴会みたいになっちゃって申し訳ないんだけどさ、それはなんかすごく不思議な感じがしてて、あ、これも火力の一部として捉えてる人も、方もいらっしゃるんだなぁと思ってさ、不思議な感じがした、コメントだったんですけど、まあ、その火力が上がってほしい、上がってほしいっていうのはまあ、もう、まあ、どのハクスラもね、言われ続ける現象だからね、他のクラスに比べてこのクラスは、とかさ、そういうのもなんか定番みたいな感じがするしさ。だけど、なんかあんまり関係ないのよね、はっきり言って。私、まあ全クラス、基本、やっていくスタイルの人間なんで、そのクラスにはそのクラスの、楽しさってあるわけよ。だから、まあイモータルもその、クルセイはクルセイの楽しさがあるから、まあだから、どのクラスが、優秀とかそういうこともないからね。まあもちろん、ある側面だけ取り出したときに、性能差があるなとか、そういうのはあるけどね。あと、まあ、立ち回りが好き嫌いとかね。そういうのはあるとは思うんだけど。ただ、まあ、このキャラじゃないと、みたいなやつってないから、あんまりそこに引っ張られすぎるのも、なんかね、せっかく楽しむ上では、良くないのかな、っていう感じもするんですよね。まあ、難しいよね。よいしょ。そしたら、そうだな。多分、多くの人はさっき言ったような意見じゃないと思うんだけどね。なんていうか、バグ技を、なんか、その既得権みたいなものとして言われちゃうの。その問題ってさ、なんだ、ナイトミアダンジョンをさ、パーティーで回すときに、
効果が固定できたみたいな問題があったんですけど、その問題にちょっと似てるんだよね。その時もそういうこと言ってる人ってさ、なんか無限周回できなくなっちゃうんだったら パッてやるメリットなくなっちゃいますねとかさ言ってる人いたんだけど、そんなことできない方がいいんだよ、だからやっぱバグ修正として捉えた方が私はいいと思うけどね。まあでもなんかまあ人の数だけ感じ方はあるんだなとすごく感じることが多い今日この頃でありますけど、よしじゃあこれやっていこう。儀式1か、これ、ね、5枚高いやつを5枚選べたりとかしたいんだけど、そうじゃないんだよね。直近5枚が、ま、のスコアで、どの儀式ができるか決まるみたいな感じなんで。まあでもアクスラっていうか、まあディアブロの場合ってあれだと思いますよ。一回のまあ人が落ち着いちゃって、そこからどう、伸ばしていくか、面白くしていくかってとこだと思うんで。なんていうのかな。最初から面白いっていうよりは、まあ10年かかるよみたいな話も、してますけど、まあ多分そうだと思うんですよね。だから 4,5 年やってまた変わってくるっていう感じだと思うんで、気長に付き合わないと多分息続かないんで、まあ当然その時期でね出せる動画を出していく。ここ出なきゃダメなんだね。なんか芋、芋小樽の大馬さんってなんかちょっとこうメリーゴーランドの大馬さん感あるよ。なんでだろうな、なんかこう無機物的な雰囲気があるからだろうねと思うんだけど、竜殿の鉄鋼を集める、ここね。すごい量いますよねここね。えぐ。気を増やしてくれてるんじゃないかと思うぐらいいるんだけど、ランキングもねどんな感じになるかわかんないけど、あんまりこうなんかね殺伐とした感じにならないでほしいなというのが私の感じだな。
じゃあ行きますかね。中庭に入る。なんかこれなんかいつもバグってんだよ。E ボタンじゃないと入らないみたいな。まあディアブロ4もねまたまあ配信とかもねやってきたなと思ってますので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、そしたらじゃあ終わりましょう。いやー、素材集めの方もね、まあちょっとゆっくりねやっていけたらいいかなって感じですね。よいしょ。類まれなる、スコア的には上がらないんだよな。そうですね。そしたらね、また、次回も、雑談動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。